ムです。マリンです。はい、今日は、ちょっと緊急で今、こう、撮影させていただいてるんですけど、台湾に興味ある方とか、エビリンを少しでもまあ応援してくださってる方とか、熱帯カップルの皆様とかね、ちょっとほんまに重大な発表があるんですけど、先日ですよ、台湾がね、発表したんですよ、あることを。うん、そうですね。はい、こちらですね、10月から国際観光を段階的に開放へってことなんですよ。要はね、台湾の政府が発表したんですけど、国際線は10月からやると、はっきり言い切ってました。そうですね、そしてまた、決めるのは10月からどん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 解放つもりけど、まだ国際の状況を見て、もしまた落ち着いてないなら、もっと延長するかもしれないと思います。いや、本当にでも台湾すごいのはね、ほんまに今までね、世界でナンバーワンと言われてるじゃないですか、コロナウイルスに対してね。それは台湾人自分もめっちゃ自慢の話ですよね、うん、日本人から見てもすごいと思うし、もう国全体が占めてね、もうほんまに一体になって、もうね、ゼロ人がいっぱい続いてる台湾なんですけども、その台湾が言うってことはもうよっぽどもうこれは決まった数字だと僕思ってまして、まあ中にはね、今年会ってないとかね、全然会ってない方多分いると思うんですよ。国際カップルの、日台カップルの方ね、僕ら3月から会えてなくて、まあね、6月7月に会えるんじゃないかなと実際僕ら思ってました。ちょっと開けてみると台湾がはっきり言う切ってね、まあ会えない辛さもあるんですけど、僕らこうやって YouTube を発信してるじゃないですか、うん、まあ、言っちゃえばですよ、今5月なんで、あと5ヶ月4ヶ月半とかですか、もうほんま会えないことが決まっちゃって、本当に僕らもちょっとなんか考えていかないと、 YouTube をやってるんで考えていかないとね、いけないことになってしまったんですよね、バリンさん。そうですね。でもね、ちょっとね、なお日本の台湾観光局、台湾観光教育東京事務所の話では、国内の旅行会社とは10月めどに旅行商品を検討を始める一方、特に個人旅行は緩和が前倒しになる可能性も配慮して準備を進めてるってことなんで、個人旅行やったら早いんじゃないかなと思ってるんですけど、でもまあ10月ですかね。そうですね、僕の予想を言いますと、10月から12月31日までにそういう話を進めるなんで、12月ぐらいに旅行会社通して行く、まあ、団体旅行ですよね、いわゆる。で、個人旅行は10月からなんじゃないんかなって正直思ってるんですよ。まあでもこれはね、あくまでもね、台湾側なんで、もしかしたら日本側がね、まあ台湾人は日本に来てもいいですよってなる確率はあるかもしれないです。まあそこを祈りつつ、バニンももう日本のビザ持ってるんで、YouTube はね、やっぱりできるだけバニンと一緒に横にやりたいっていうのもあるから、こういうね、状況の中でできることをやっていきますかね。まあとりあえず10月をめどに本当にやっていきますか、ほんまに。うん。隣で一緒にやってる方が、見てる側からしても、ね、気分的には楽しいと思いますし、できるだけ僕らもね、こういう感じで撮影して、皆さんに楽しく、ね、思っていただけるように頑張るんで。この動画はみんな、意見もらいたいと思いますね。例えば、どんなような動画見たいとか、みんなに、聞いてみたいと思います。そうですね、まあ、会わないとできないことだったりいろいろあると思うんですけど、それができない中で、まあ、逆に離れてるからできるっていうこともあったりするじゃないですか。例えばね、まあ、そっちの方向で頑張ってね、10月をめどに、まあ、もしかしたら前倒しになって早くなるかもしれないですけど、とりあえずエビリンは10月ぐらいまで会えないってことが決まっちゃいましたっていうことを皆さんに言いたかったんで、はい、これからもね、でも本当に10月ぐらいまで、まあ、待ってください。皆さんごめんなさい。そして今年の目標は2万登録、うんうん、達成したいと思いますけど、こんな状況全然考えなかったですよね。そうなんですよ、ここね、もうバリンも言っちゃっていいですか、8月のこととかね、いろいろ。7月ぐらいにバリンがもう日本に引っ越してきて、日本で住むような感じになると思ってたんですけど、で8月とかね、もう YouTube ガーってバリンが日本来てる1年の間力つけて、8月とかね、それこそ毎日投稿とかできたらなとか、もう今年の1月からずっと決めてたんですよね。うん、そういう予定とかも全部なくなってしまって、もうなんていうんですか、この10ヶ月が、ね、本当にどうなるんですかね。でもそれでもね、もうほんまに応援してくれて、もうそれこそ1万人とかもね、登録していただいて、いや、マジで感謝してますし、頑張ろう、絶対この目標、2万人という目標は絶対俺は諦めずに頑張るから。そうですね。いけるよ。逆にもっと頑張りたいと思いますね。なんか神様からの試験みたい、わかる。わかる。そうだね、頑張って乗り越えたいですね。うん、そうやな、頑張ろう。かなで言えば、この動画撮りたいのは、うん、みんなの意見にもらいたいですね。そうですね、ぜひコメントで、
見たい動画とか、あの企画とか教えてください。本当にそうです。もうあの企画を募集するっていう動画だったり、まあ、日体カップルの、ね、皆さんとかも本当にお互い頑張りましょう、国際カップルの皆さんお互い頑張りましょうっていう動画でもあったり、まあ、エビリンを応援してくれる皆様ね、本当に、まあ、こういう状況ですっていう動画ですね。そうです、うん、じゃあグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。で企画募集するんでお願いします。せーの、元気ー。